明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今日は1月の4日じゃなくて、5日の土曜日です。グランピーが今 YouTube 始めて大体1年経つんですけど、多分去年の1月ぐらいから始めて、一番最初に閉じ始めたのは多分清水さんのワコーズのあれだったと思うんですけど、で今再生登録者数も大体6000人ぐらいになってくれて。緊張します。で、今日は新人の下森君に風邪をうつされそうになったんで、気をつけてください。で、今日はジロのサイズ感、ジロのシューズってすごいサイズ選びが難しいんで、それの参考になればいいかなと思って今回一部撮ります。で、こういう感じでちょっとまとめてみました。僕の綺麗な読みやすい字でまとめてます。で、これがジロが推奨する、ジロのサイズ41、40、43。でそれをセンチに直したやつでも実際履くとこういう感じですっていうのがですね、ジロのホームページに書いてあるんで、それをパソコン開くのめんどくさいんでこういうふうにもプリントアウトしました。これが男性用で、女性用はちょっとめんどくさかったのでプリントアウトします。で下がシマノのシューズですね。で僕はバンズで、バンズが大体、バンズオールスターが 27.5 なんですけど、ジロの場合は44サイズになります。でもシマノの場合は43サイズ、ジロは44で、シマノとかシリーとかクオックとかは43サイズになります。でなんでかっていうと、ジロはちょっと横幅が狭いので1個大きめを履いた方がいいです。で余談ですけど、バンズは本物と偽物があって、ここがこうなってるのがアメリカのバンズが安いです。それはどうでもいい。で今ジロのシューズが一応マウンテンとロードバイク持ってます。今魂はクオックに売ってるんですけど、一応ジロも魂ちょっとだけ残ってます感じで。そうですね、だからシマノが43のお客さんはジロは44を履いてください。でシマノが42のお客さんはジロは43を履いてください。実際履くと、ジロの場合は先端が僕でももう 1.5 センチぐらい履いてます。こう先端が。でもジロの場合のサイズ感っていうのをこの横で合わせた方がいいので、なんていうかな、小指よりもちょっと下のこの辺がきつくなければこのサイズがいいと思います。あとジロのなんか美学じゃないけどあるみたいで、心がまっすぐなるサイズ感を選んでくれっていうのがジロ本国の狙いというか、いうふうに言ってました。すごい。でこれ僕44を履いてるんですけど、もし僕が43を履いたらっていうのを昨日やってみたんで、43出してます。これは43サイズになります。43になるとジロでいうと、27センチなんですけど、実際 26.5 センチになります。最近足が縮んだんでどうかなと思って、バランスが取れない。そうですね、やっぱりこのジロだとこの辺がきつくなるんで、 27.5 の方はジロは43ではなくて44を履いた方がいいと思います。これをそのまま紐締めると斜めになっていますですかね。暑い。で、唯一ジロでも日本人っぽい履き心地なのがこの1万800円のこのモデルが履きやすいです。だからもし 27.5 の方は43サイズで大丈夫ですっていう感じですかね。で今後なんですけど、この1万6000円のシューズと、あとニットのこの SPD モデルがまたいっぱい入ってくるんで、多分3月ぐらい入ってきます。そうですね。でもし遠方の方でグランピー来れなくて、グランピーでどうしても買いたいっていう人は、この書いた下のサイズを参考にしてもらえばいいと思います。これはすごい参考になると思います。以上です。もしそうですね、僕のだから 27.5 の人で44サイズを履いてみたい方はこれいつも用意してあるんで声かけてください。あとは全サイズ次郎ハーフサイズ以外は大体あるんで試着していいのを決めていってください。以上です。終わります。じゃあ風邪ひかないように気をつけてください。はい、終わります。